袴かまだけは、北海道函館市にある標高1,108.4メートルの山で、函館市内の最高峰である。函館山とも呼ばれる。市内を流れる亀田川、松倉川の水源であり、函館市の水道水源の一つである。亀田川上流域は、亀田川水源の森として、林野町の水源の森百選に選定された。 横津岳から袴越岳を経て続く山地は、亀田半島の背骨となり、江山道立自然公園を構成する地域の一つで、ある。山頂には一等三角点が置かれていて、基準点名は、袴越山である。日本には、袴越山、袴越岳と呼ばれる山がいくつかある。北海道道南では、この函館市の他に、福島町や尻内町にも、袴越岳が、 北都市には、袴越山がある。二つのコースがあり、山頂から、津軽海峡、函館山、函館市街、函館湾、横津岳、駒ヶ岳を望める。登山口への林道は、路肩崩壊や、憂列などによって、通行注意、通行止めになっていることもある。林野町水源の森百選国土地理院、基準点成果等閲覧サービス北海道。 福島町の袴腰岳北海道尻内町の袴腰岳北海道福都市の袴腰山都道総合振興局森林室東部森林室見ろコーナー袴腰岳北海道夏山ガイド号道南夕張の山々北海道新聞社 2005ISBN4 から894533316都道総合振興局東部森林室林道の通行止め情報 ありがとうございます。